ビジーボックスはコリユータルズなど標準ユニックスコマンドで重要な多数のプログラムを単一の実行ファイルに詰め込んで提供する特殊な方式のプログラムである。ビジーボックスの実行ファイルは Linux 上で最小の実行ファイルとなるよう設計されており各コマンドの実行ファイルをインストールするのに比べディスクの使用量を大幅に削減することができる。 そのため、特定用途の Linux ディストリビューションや、組み込みシステムに適しており、組み込み Linux の実得ナイフとも呼ばれている。GPLV2 でリリースされている、フリーソフトウェアである。機能的には1994年に、メリーランド大学カレッジパーク校で、ジェームズ・ダ・シルバが開発したフリーブズド用のプログラムで、あるクランチゲンコマンドと似ている。 1996年、ブルース・ペレンズが書いたのが起源である。デビアンディストリビューション用のレスキューディスクにもインストーラーにもなる、フロッピーディスク1枚の完全なブート可能システムとして設計した。組み込みリナックスや各種リナックスディストリビューションのインストーラーのデファクトスタンダードとなった。リナックスのそれぞれの実行ファイルには数キロバイトのオーバーヘッドがあるが、 ビジーボックスは200以上のプログラムを一つにまとめることで領域消費を大幅に削減している。ビジーボックスはデビアンのブートフロー P インストーラー向けにエンリケザナルディが1998年まで保守していたが、その後リナックスルータープロジェクトのデーブ・シネジが引き継いだ。 シネジはビルド環境のモジュール化などのいくつかの改良を施し、より組み込みシステム思考にした。1999年になって LRP の開発が低調になると、当時リニオ、インク、ニータエリク・アンデルセンが引き継ぎ、1999年12月から2006年3月まで保守を行った。この間、リナックスの組み込み用途の利用は、 爆発的に増大し、ビジーボックスの機能も利用も増えていった。2007年後半以降、ビジーボックスを GPL に違反した使い方をした、複数の企業を訴え、勝利したことで有名になった。現在は、デニス・ブラセンコが保守を行っている。ビジーボックスは200以上のユーティリティの一部だけを実装するようカスタマイズできる。 シングルユニックススペシフィケーションに含まれるユーティリティの大部分と他の Linux でよく使われるユーティリティを提供できる。ユーティリティの一覧はビジーボックスのサイトにある。ビジーボックスはユニックスシェルにはアッシュを使っている。通常、コンピュータプログラムにはそれぞれ個別のバイナリーファイルがある。ビジーボックスは全体で一つのバイナリーになっており、その中に 多数のアプリケーションが含まれている。それぞれのアプリケーションは単一のビジーボックスのバイナリをそれぞれの名前で適切な引数付きで呼び出すことで利用できる。ビジーボックスの単一バイナリは実行ファイルのフォーマットによるオーバーヘッドを削減しライブラリーを使うことなく複数のアプリケーション間でコードを共有可能にする。共通コードを共有しサイズを 最適化するよう心がけて、各ルーチンを記述しているため、ビジーボックスが代替している、ユーティリティ群に比較して大幅な領域削減を実現している。2004年当時のダグ・ターヤーとキース・ミラーによる調査によると、GNU プロジェクト、ビジーボックス、アスミュータルズ、パールによる実装の4種類で、リナックスの標準的なコマンドを比較したとき、基本的に、 GNU の実装のものの方が実行速度が速いが、ビジーボ b o x の方が実行速度が速い場合が存在した。公式のビジーボ b o x のドキュメントには、利用可能なコマンドとそのオプションの一覧が掲載されている。ビジーボ b o x 内のプログラムを実行するには、次のように、その名前をビジーボ b o x の引数として指定すればよい。通常は、 使用したいコマンド名をビジーボックスの実行ファイルへのリンクとして作成する。ビジーボックスは指定されたコマンド名をアカフから読み取り、適切なコマンドを実行する。例えば、bin.ls を b i n ーボックスへのリンクとして作成した後、次のコマンドを実行するような使い方をする。これが機能するのは、プログラムに渡された第一引数は、 プログラムの呼び出しに使用されるからである。この例では、第一引数は、bin,ls となる。ビジーボックスは、プログラムの名前が ls であると判断して ls、プログラムと同じように動作する。通常、それぞれのコマンド名をビジーボックス実行ファイルにリンクする。ビジーボックスは呼び出された時の名前を調べ、適切なコマンドを実行する。例えば、 ビン、ls を、ビン、ビジーボックスにリンクした状態で、ビン、ls を実行する。コンパイル後にメイクインストールすることで、各種コマンド、ビン、ユースル、ビン、スピンなどにシンボリックリンクが作成される。Linux カーネルから最初に起動される、スピン、i ニットも、シンボリックリンクで、ちゃんと作成される。これらに、加えて、tmp を作り、プロックと、 シスのマウントとデーブの生成をエトセトラ、イニット、D、RCS に書くことにより一つの Linux ディストリビューションが出来上がる。デビアンなどではパッケージマネージャーから BGBOX パッケージをインストールした後 BGBOX インストール、SDIL とすることで指定されたディレクトリにシンボリックリンクが作成される。Linux を使った機器で BGBOX を採用している。 ものは多い。以下に例を挙げる。より完全な一覧は公式サイトにある。ビジーボックスの組み込み機器での使用が、初の GPL 違反が問題として法廷に持ち込まれた。2007年9月20日、アンデルセンとランドリーの付託を受け、ソフトウェアフリーダムローセンターが、モンスーンマルチメディアインクを訴えた。同社のファームウェアアップグレードの中にビジーボックスの コードが見つかり、同社に連絡しようとしたができなかったのが発端である。この件は、モンスーン版のソースの公開と、アンデルセンとランドリーへの賠償金の支払いで、決着した。2007年11月21日、SFLC は、アンデルセンとランドリーの付託を受けて、さらに2社を訴えた。エクステラシスと、はい、ゲインアンテナズである。 エクステラシスの件は12月17日、ハ、は、イ、い、ゲインアンテナズの件は2008年3月6日、モンスーンの件と同じような決着をした。2007年12月7日には、ベライゾンコミュニケーションズが、同社のアクションテックルーター用ファームウェアについて、訴えられた。この件は2008年3月17日、ライセンスに従うこと。 今後のライセンス準守を監督する役員の指定、賠償金の支払いで決着した。次に2008年6月9日、ベルマイクロプロダクトとスーパーミクロコンピューターが訴えられ、スーパーミクロの件は2008年7月23日に決着し、ベルマイクロプロダクトは出廷しなかったため、2008年9月10日に同社が、 訴訟費用も含めた懲罰的な賠償金を支払うことで決着した。ありがとうございます。